それでは今日のマチカルお料理実演コーナーやってちょうだいの挑戦者は、あ、久々に見るなこの番組。今日は誰が出るんだろう。通りすがりの女子高生、水戸ゆりかさん。頑張ります。ゆりかがなんでテレビに。料理が超苦手な女子高生が生配信で料理をしたらどうなる。私は普通の女子高生、水戸ゆりか。今日は近所のショッピングモールまで買い物に来ていたのだけど、ゆりかさんに実演で作っていただくお題はこれです。じゃん、ハンバーグ。なんと生中継でお料理を作る番組の挑戦者に選ばれてしまった。ちなみにゆりかさん、お料理は得意なんですか。私調理部なので頑張れると思います。これは期待が持てますね。それでは早速始めていただきましょう。はい、私の料理をいつも手伝ってくれる幼馴染で女子力の高いソータ。ソータも私の勇姿見ててくれるといいな。まずい、ゆりかの料理の腕は壊滅的。俺が何とかしないと。でもどうすれば。お料理生中継。さてゆりかさん、まずは玉ねぎを切るようです。指を切らないように。うん、なんということだ。野菜を貫通してまな板まで切れた。ふう、ちゃんと切れた。今日は調子がいいみたい。これでですか。いつもは気がつくと野菜が未知になってるので。豪快ですね。あ、ゆりかさん、電話が来てますよ。あ、本当だ。すみません、ちょっとだけ失礼します。もしもし、ゆりか。そうだ、どうしたの。私今ちょっと手が離せないんだけど。わかってる、ゆりかがテレビに出てるの見てるから。え、本当？うん、それでよかったら俺が電話でアドバイスするから一緒に作ることにしない？え、一人でも大丈夫だけど。どうしましょう、司会者さん。確かにこのままだと危険というか、放送倫理的にも子供の教育にも良くない。今回は特例で OK としましょう。二人の絆見せてください。わかりました。ふう、助かった。じゃなかった。やった、頑張ろうね、ゆりか。じゃあソータ、早速指示お願い。うん、じゃあ包丁を軽く握って。握ったよ。武士の構えするのやめて。包丁ちゃんと握ったら、玉ねぎに切れ目を入れてみじん切りにしていこうか。粉みじんにすればいいんだよね。目視できるくらいでいいよ。ある意味面白くなってきた。リモートお料理。ただいまゆりかさん、なんとか、あ、いえ、順調に玉ねぎを炒め終わりました。うん、ソータ、次は？うん、じゃあ合いびき肉と玉ねぎ、パン粉に牛乳を混ぜて、いよいよハンバーグを作っていくよ。ゆりか、牛乳の用意して。わかった、まずは牛を捕まえてくるところから。多分用意されてると思うよ。パン粉ってこれかな。それ小麦粉。え、じゃあこっちかな。強力粉って書いてある。強い方が多分美味しくなるよね。今日は強くなくて大丈夫だから。合いびき肉ってお肉を混ぜたやつだよね。このステーキ肉とボンレスハムを合体させたらいい。今日は用意されてる合いびき肉使おうか。すごい、あまりに危なっかしくてついつい見守ってしまう。そしてこの的確な指示を出す少年は何者なんだ。よし、全部混ぜられたよ、ソータ。それじゃあハンバーグの形を作っていこう。耳たぶくらいの硬さがちょうどいいよ。耳たぶ、こんな感じかな。なんかギュッギュッって落としてるけど。え、もうちょっと固めた方がいい？ゆりかの耳たぶ鋼鉄でできてるの？形は楕円形にまとめて、真ん中を少しへこませて。そうしないと中まで焼けないからね。へこませる。どうかな、ソータ。へこむどころか貫通しちゃってドーナツ状態になっちゃってる気がする。ハンバーグって意外と難しいんだね。でもほとんど初めてなのにここまでできてすごいよ、ゆりか。ありがとう。スマホ越しだけど、ソータがアドバイスくれるおかげだよ。へへ、じゃあ最後ハンバーグを焼いていこう。まずは油を。うん、わかった。ゆりか、すごくドボドボって音がしたけど。油入れすぎちゃったかも。拭き取ってね、袖に注意だよ。うん、
じゃあ着火するね。コンロの火は、ちょっとつきづらいな。えい！うわあ！フライパンから火が出ました。逃げろ、火事だ。これは油に火が引火してしまったようです。うわ、煙で前が、あれ、まったくもう。ユリカ、怪我ない？なんでここにソータが？おっと、突如として現れたこの少年は一体何者なんだ？二人のお料理。ユリカ、大丈夫？とっさに飛びのいて受け身取ったから。運動神経いいよね。ソータが守ってくれたんだね。でもどうしてここに？ユリカがあんまり心配だったから、近所だったし直接来ちゃった。おかげで助けてもらっちゃったね。ありがとう。ソータも怪我してない？余裕。よかった、ユリカさんは突然現れた少年のおかげで無事なようです。ですが料理は、強火で焼いたからハンバーグが真っ黒になっちゃってる。強火っていうか火柱っていうか。いや待ってください、これは、え、この黒焦げの表層をナイフで崩すと、ご覧ください、超高火力で焼き上げたことにより外はカリカリ、中はふっくらジューシーなハンバーグになっています。やった。なんだ、事故じゃなくて演出だったのか、すごかったぜ。見て、あのハンバーグ超美味しそう。まさに奇跡のハンバーグだ。ほら、君も味見してみて。あ、はい。あーん、うわ、お肉がふわふわで肉汁が溢れ出てくる。玉ねぎの甘さも絶妙。すっごく美味しいよ、ユリカ。ありがとう、ソータのおかげだよ。違うよ、料理したのは全部ユリカだから。訂正するね、私だってやればできるってことで。うん、さすがユリカだね。ユリカさん。はい。生と死の境目を行くあなたのお料理のエンタメ性、感動しました。今現在もテレビ局にすごい反響が寄せられているようです。そうなんですか。ぜひうちの番組で女子高生ユリカのワクワククッキングをレギュラーでやりませんか。やめときます。即決。部活も学校もありますし、それにソータが毎回心配しちゃうかもしれませんから。そうかも。じゃあ楽しい経験を、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ああ、行かないで、未来のスターたちよ。その後ユリカのお料理生配信はいろんな意味で伝説となった。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。